最近友達が増えました。最強陰陽師の聖火ランプローグです。そのお友達というのがどうして娘ばっかりなんでしょうね。クラゲツネのユキです。何をそんなにむくれてるんだい。だって聖火様の周りには女の子が増える一方じゃないですか。ユキ、いつメインヒロインのポジションを奪われるか心配で。ユキ、大丈夫、何も心配することはないよ。聖火様。そもそもユキはメインヒロインじゃないだろうしね。多分お供のマスコット枠じゃないかな。ひどいです、聖火様。ユキだって元の大人の姿に戻れば。性格は変わらないから無理かな。まあそんな話は置いておいて、次回は父からの要請でドラゴンの調査に出向くことになった僕がイーファを連れて九段のドラゴンを見に行くことになるんだけど。ドラゴンが守る国の王子と王子を守るエルフの女性と出会うのですが、この王子がかなりのくせ者でしたね。よし、ここまでにしておこうか。次回もいろんな謎が明らかになるから、皆さんちゃんと見てくださいね。次回の放送もお楽しみにです。